皆さんこんにちは、ボンドチャンネルツッチーパフォーマンスと酒井です。え、はい、今日はボンドショップ浦和からカスタマイズの様子をちょっとお届けしたいと思います。カスタマイズする車がこちらです。488ピスタ、なんかもうピカピカのほぼ新車に近いコンディションみたいなんで、はい、ちょっとこの車まず車の紹介からしていきたいと思います。はい、ちょっと一緒にじゃあ酒井君見てみましょう、はい、見ていきましょう。まあすごいですよね。あんまりこう近くでジロジロ見るっていう機会がないんで、確かに改めて見たんですけど、すごい造形、すごい車ですよ本当。形がすごいです。至る所がカーボン、このリップとかダクトとか、そしてこの特徴的なこのピスタのフード、ここがリアルにこう下から全部つながってるのね。さすがに浦和店でもそんなに488ピスタはまず見ないです。入庫する機会は少ない。そうですね、まあ、車も少ないんで、はいはい、でまた色がこれすごい、なんか今見たらグリジオアロイ、アロイとかっていう、はい、750とかっていうちょっと水色っぽいシルバー。そうですね、あんまりちょっと488でも見ないカラーになってるみたいです。そしてホイールなんかもこんな感じで、ちょっとまたこの明るい色のホイールが似合う。でまた横も全部カーボンっていう、すごい、ドアノブまですごいねこれすごいですちょっとこれ作業するのもちょっと緊張しちゃうねこれ。そうですね、プレッシャーは半端ないですけど、このヒューエルのカバーも、そして後ろとエンジンルームがこれまたすごい、すごいですね。これはもうリアビューすぐピスタって分かりますもんね。これすごいね、リアのディフューザーと、ここです、ここ、あ、ここも全部カーボンで、すごいですね。これはちょっと走ってたら振り返っちゃうねディフューザーもえらい造形、なんかもうウィングみたいなサイドまで翼端板がついてそうですね、でエンジンルームも全部カーボンなのね、これカバーとかも。はあ、これもアクリルなんですかね。あ、そうなの、これガラスじゃないの。ちょっと触るのはやめておきましょう、今回。はい、そしてまたこれ内装がすごい。そうです、ちょっとじゃあ内装酒井くんの方から。あ、じゃあこっちから。はい、こんな内装あんのすごい色ですよ。でカーボンがもうあちらこちらに、まずこのブラウンのアルカンターラがまず目を引くし、めちゃめちゃおしゃれです。ドアに至っては3分の2ぐらいが全部カーボンっていうこんなのできるんだね。そうですね、もうメーターもハンドルもめちゃめちゃおしゃれです。これは本当に目の保養になるね。本当です、ただ触りたくないです、まあ、ちょっとこんな感じで車の内装外装を紹介しましたけれども、はい、で今回この車なんと作業はローダウンです。なるほど、サスペンションの交換、スプリングですね、はい、ちょっとめちゃめちゃかっこいい外観だけれども、ちょっと僕ら視点でいくとちょっとこの車高だけはちょっと気になるということで、はいはい、少しちょっとローダウンを今回するみたいです、はい、あとはマフラー交換も、マフラーもやります、はいはい、やるということなんでちょっとかっこよくなりそうです、はい、じゃあ続いて交換するバネをちょっとご紹介させていただきたいと思います、はい、これがリアでこっちがフロントですね。でこれノビテックって入ってるんですけども、サスペンションのあのショックの部分はそのまま使うんで、この下にリフターが、純正のリフターがついてるんです。で上のこのバネの部分だけお取り替えします。でバネがこの短いバネになるので、このバンプラバー、これも同封されて、前後ともちょっとバンプタッチしないように、そうです、短いものがついてます。これはでももしかしたらカーベじゃないんだ。カーベではないです。結構ヨーロッパなんかだといろんなチューナーとかメーカーに純正供給してるからカーベかと思いきや、そうですね、シートの形が違いますね。そうです、後ろはヘルパーがついています。ヘルパー、テンダーかな、テンダー、ちょっとどっちか分かんないですけど、若干強いんで、はい、なるほど、テンダーです。こんな感じの部品構成になってて、はい、じゃあごっそりちょっと足回りを外して入れ替えてっていう作業になるみたいです。そうです。そしたらせっかくなんでちょっと今入庫の状態で車高を測ってみたいと思います、はい、どのぐらい下がるのか。さて
いつもリムの一番この下の端のところからフェンダーまでの高さで測るんですけど、65だね、653ぐらい、はい、なるほど、これフロントです。こんな感じでございます、はい、これリフターはついてます。あ、ルーンだ、ついてます。今下がってる状態です、はい、でちなみになんだけど、これお客さんからの要望でどのくらい下げてとかっていうのは、はい、あ、特には今回聞いてないですけども、お任せでっていうことで。そうですね、ただ貴重なカーボンバーツが付いてるん で、 そうなんです、ね、多分程よいローダウンになるんじゃないかな。はい、はい、そしてじゃあ続いてリアもちょっと測ってみましょうか。はい、こんな感じです。670ジャストぐらいですね。なるほど、はい、でまあ感覚的なものでいくと指が3本ぐらい、はいはい、でまあエアロパーツ各所はまあグーがちょっと入るぐらい。そうなんですが、後ろが結構これディフューザーが低いんですよ。あ、なるほど、488は。あ、確かに確かに確かに、攻められないんで確かにこれちょっと油断してるとこう車止めとか、はい、段差とか、はい、大体の車はこう段差あってもこうバックは大丈夫だったりするけど、ちょっと488ピスタの場合だとバックも危険なんで、やばいですね。ガリ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 なんて。なるほど、これだけでもなんかとんでもない、ちょっと軽乗車かけそうなぐらいの金額なんで、ちょっと絶妙な車高調整になると思うんですけども、これからじゃあ作業の方をお届けしたいと思います。はい、はい、じゃあまずこのどでかいディフューザーを外していきます。でその後に、リフトの方をかけまして、タイヤを外してライナーを外してっていう感じになってきます。はい、こんな感じで養生して、ディフューザーを外すんですけども、ちょっとこのリフレクターの中に隠しビスがいるんで、そのリフレクターを外さないといけないんですね。めっちゃしびれます。僕の場合なんかこういう糸かなんかをこのレンズの隙間から裏に入れていって入れ込んで引き出すと、そういう感じで外してます。緊張します。アンダーカバーが取れました。こんな感じでエンジンが下から見えます。で、あとでアライメントとかやるときもここのシムという、まあ、あのワッシャーみたいな感じで、このアームの内側にですね、このアルミのプレートみたいなのが入ってるんですけども、これの厚みを調整してアームを外に出したり内側に引っ込めたりっていう調整をアライメントの時にやるので、アンダーカバーは外したままにしておきます。じゃあ続きます。はい、これで今ライナーまでが取れた状態です。ここまで来るとこのサスペンション、これリアですけど、まあここが丸見えになって、マフラーの方もこれタービンですね、マニまでがこう丸々っと覗けるようになっちゃいます。こちらフロントです。ライナーが外れた状態です。もう丸見えですね。でこの上に見えるここ、これはこのフロントのトランクのカウルの裏側なんで、このカウルを取ればその上からアクセスすることも可能です。で、こちら足ですね。足の方にリフターが、純正のリフターがついてます。これですね。でここについてるのがそのリフターを動かすためのオイルライン、油圧のラインがありますんで、これを切らないで車上でフロントはバネ交換をします。ここで外す感じです。では作業の方行ってまいります。はい、リアはこんな感じです。これが、ダンパーの、まあ、電子制御のカプラーですね。これ抜いて上の2本、あとは下のこのロアームに刺さる1本ですね。ここですね。これで足が取れます。で外すときはこの、僕はアッパーアームと、あとこのコントロールアームですね、こちらの方を外して
フリーにさせて撮る感じです。これで取り出せます。よいしょ。スプリングコンプレッサーというものを使ってバネを縮めます。そうするとこの下の、まあ、純正でもこうネジが切ってあって車高を調整できるような機構になってるんですね。あとプリロードをかけたりとかバネを縮めたりとかそういう風にできるんですけども、ここをバネを縮めた状態で緩めます。なぜかというとこれがアルミ同士なのでバネを縮めないとここのアルミが潰れてしまって最悪動かなくなってしまうっていう事態になるので、こんな風にして足をバラします。足をというかここですね、緩めます。で縮めた状態で今度はこのトップナット、このショックのこのロッドですね、この先端についてる固定用のナットを外すとこのアッパーが取れてバネの交換ができるようになります。はい、こんな感じです。バネですね。はい、でここが、スプリングロアシート、スプリングの下側の乗るところですね。これが純正の径と同じものになっているので、こちらノビテックの方のこちらちょっと小ぶりなんですけどこれに変えていきます。あとは、まあ、水晶地にこう調整をして長さの方を決めて組み付けて完了です。フロントです。ここに油圧のラインがいますんでここでバラします。これで組み付け完了です。あとはちょっとこの下で車高を調整して完了です。これでショック単体になりました。でショックにこのリフターがついてるんですけども、リフターはスコットスライドして外せますんで、よいしょ、こんな感じで、これで、ここの下のロアシートを緩めます。であとは、ノビテックのバネを入れて元に戻していきます。
わけでちょっとあれから別日になっちゃいましたけど、はい、完成しました、はい、こんな感じでバッチリローダウン、かっこいい、いいですね。やっぱり488これぐらいちょっとね、そうですね、指1本半ぐらいですかね、はい、結構毎回こういろんなフェラーリの紹介で言ってますけど、あのカタログ値だとカタログ写真だと割と低く見える、そうなんですよね。で実写が届くと意外に車高が高いという、はい、ちょっとカタログの感じに近づいたんじゃないかな、はい、で前もしっかりいい感じに下がっております。そうですね、同じぐらいリアとのバランス考えてちょっと下げましたんで、いやー、そしてじゃあこれが気になる実測値いくつになったのか、はい、ちょっと見てみたいと思います。入庫の状態は一応653mm、はい、でちょっと日にちが経過しちゃってるんで、そうですね、今回こう馴染んだ状態っていうことですけれども、はい、いくらか走った後ですね、はい、638、そうすると、はい、15mm ダウン、はい、はい、そして気になるリアがとにかく高いんだよね。そうですね、488、まあ、下げられるんですけども、はい、670から、お、643ぐらいですね、27mm、はい、じゃあ本当に気持ち、本当にカタログ時みたいな、スマートにこう、そうですね、ローダウンが施されたから後ろちょっと高めに見えると思うんですけど、それをちょっとバランス整えるような感じで下げました、ね、確かにこうノーマルの実車こうすごくなんかこう後ろが高くてちょっと前傾に見えちゃうぐらい、そうですね、後ろが高く見えるんですけど、後ろのダウン量ちょっとフロントより1センチ増しぐらいにして、はい、非常にバランスの取れた車高に、はい、はい、で今回これは、はい、あのとりあえずということで、そうです、そうです、この純正ホイールをつけた状態一旦納車するので、あんまり下げすぎないようにということで、お客さんからの要望というか、なるほど、はい、でちょっとそれで様子を見て、そうです、でお客さんの要望的にはベタベタにしたいと、そう、はい、で様子を見ながらこう調節する感じでやっていくみたいです、はいはい、また下げますんで、はい、今回なんでこの日をまたいでるかっていうと、はい、なんと追加作業が、そうなんです、ご用命いただきまして、はい、発表してもらっていいですか。はい、なんとホイールを投入しちゃいます、はい、まあ、ますますかっこよくなるということですね。そうですね、はいはい、なんでちょっとこれから作業の方を坂井君にお願いして、完成したらまた、はいはい、組み込み後またお届けしたいと思います。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、では今回こちら取り付けするホイールですが、ボッセンと書いてありますが、ノビテックとボッセン、まあ、ダブルネームのものですね。 NF10ソリッドクロスブラックと書いてあります。ちょっと開けてみます。ほい、カバーが見えてきました。さあ、じゃじゃん、おお、シンプルなデザインですね。まあ純正のデザインを崩さないような感じだと思いますが、果たして到着したらどうなるんでしょうか。組み込んでいきます。Thank you.
ごい反りが分かりますか。そしてめちゃめちゃ薄い、軽い、いい音がしますこのエッジがまたすごくいいですね。さて、車両に着きました。ちょっとこのセンターキャップ周りが特殊なんですけど、ここにボルトがつくようになってますね。ちょうどボルトが見えなくなるところ、見えなくなるところっていうか、見えなくさせるようにカバーがつくんですね。でその上に、センターキャップがはまる、このセンターロック風のキャップ、これがパチンとはまります。そしてこのノビテックの通常通りのこういうキャップがはまるっていうところですね。こんな感じに、ちょっとつけてみましょう。こうですね、 1,2,3 個ボルト止めで、このホイールボルトが綺麗に隠れまして、このセンターロック風のホイールキャップ、これがパチンとはまります。金属製なんで結構重厚感がありますね。これつけたらもう外せなさそうなんですがつけます。で、ここにあのセンターキャップ、純正を今回取り付けるってことなので、ここがフェラーリの黄色いオーナメントになりますね。どうでしょう、センターロック風のホイールキャップになってますので、見た感じホイールボートも見えなくて非常に本物っぽい、五欠とは思えないですね。でセンターは、フェラーリの純正オーナメントタイプに移植してあります。はい、こんな感じです。で車高も、最初よりもちょっとインチアップしてしまったのであれなんですけども、10ミリくらい車高の方また落としまして、この車高となっております。かなりホイールの色が変わったので、イメージが全然最初と違うかと思います。ではピスタのカスタムをボンドショップ裏手まで、そして各店へ、お問い合わせお待ちしております。以上、酒井でした。